不思議な話なんですけどね、私が小学生の頃、両親が離婚して母親に引き取られ、母の実家へ引っ越すことになったんです。母の実家は東北地方にある町で、かなり寂れていました。家もまばらで、町にお店は小さいスーパーが一軒、コンビニもどきが一軒あるだけ。その町の小学校へ通うことになったんですが、全学年で20人弱、同級生は自分を含めて4人しかいませんでした。越してきて1年半ほど経ったある日、1学年上の子にいじめられるようになりました。原因は何だったか思い出せません。まあ大したことじゃないと思うんですけどもね。とにかくその子のことが大嫌いで、いなくなってほしかったんです。その時、首刈り地蔵のことを思い出しました。首刈り地蔵のことは、越してきた時にじいちゃんに教えてもらった。小さな公園の奥の林の中にある首のない3体のお地蔵様、絶対にお供え物をしてはいけないと言われました。理由は教えてくれなかったんですが、越してきてしばらくして同級生に教えてもらいました。このお地蔵様にお供え物をして、誰々を殺してください、そうお願いすると、その相手を殺すことができるそうなんです。首刈り地蔵にお願いしよう、そう思いました。週1回のお弁当の日、おにぎり2つを食べないで我慢して、学校の帰りに首刈り地蔵にお供えをし、お願いをしました。その日の夜、寝ていると足音が聞こえました。ガチャガチャと鎧を着て歩いているような音なんです。足りない、そう聞こえました。ああそっか、お地蔵様は3体だったな、おにぎりが1つ足りなかったんだな。そして翌朝、おにぎりを1つ持って登校しました。登校途中にある首刈り地蔵のもとへ行くと、2つのおにぎりはまだそのままある。持ってきたおにぎりをお供えしようとすると、こんなクソガキが何やってんだと怒鳴る声が聞こえる。後ろから顔見知りのおじさんが走ってきて、思いっきり殴られました。引きずるように自分の家に連れて行かれ、じいちゃんばあちゃんに怒鳴り声で何か言い、帰っていきました。夕方になると、たくさんの大人が家へやってきました。じいちゃんばあちゃんはとにかく謝っている。東北弁がきつく、何を言っているかがわからなかったんですが、私も一緒になって謝りました。とにかく大変なことになってしまったらしい。何日か話し合いがされ、うちは村八部ということになりました。首刈り地蔵にお供え物をした一家は村八部、昔からそうらしいんです。実際村八部がどういうものかは知らないんですが、それ以上だったかもしれません。うちの人間とは一切会話が禁止され、スーパーコンビニで何も売ってもらえなくなり、母は町の病院で看護師をしていたんですが解雇され、私は学校に通わせてもらえなくなりました。母と一緒に町役場に抗議しに行ったんですが、話を聞いてもらえない、どうにもならない、ここではもうとても生きていけない、東京にでも引っ越そうと話したんですが、じいちゃんばあちゃんはここを離れたくないと言います。生まれてからずっとこの町で過ごしてきた、死ぬ時もこの町で死にたいと、自分たちは大丈夫だから2人で東京へ行きなさいと。母はかなり心配していたんですが、ここにいては私は学校へ通えないし、母も働くところがない、生活がまともにできない、そして母と私は東京へ引っ越すことになりました。実家にはマミに電話をして、食品などお荷物を送っていたんですが、しばらくして電話線を切られたらしく、電話が通じなくなりました。町に出かけた時に、公衆電話でこっちにかけてくる以外は手紙が連絡手段になってしまっていました。帰省した時に電話線を直そうと言ったんですが、じいちゃんたちはこのままでいいと言います。多分他にも何かされていたとは思うんですが、何か全てを諦めているというか、受け入れているというか、そんな感じでした。それから何年か経ち、私は高校に入学しました。高校生になってもあの町のことが頭にありました。とんでもないことをしてしまったとか、じいちゃんたちに悪いことをしたとかいう、そういう理由ではなく、あれ以来あの足音と声が未だに聞こえるからなんです。別に何が起こるわけじゃない、ただ聞こえるだけなんですよね。それでもやはり不気味でいい気分じゃない。ある日、運送会社から電話がかかってきました。
実家に荷物を送ったんですが、何度言っても留守だと。嫌な予感がしました。というよりも半分ぐらいそうなんじゃないかなと思っていました。何かあれば電話をしてくれるはずなのに、すぐに実家に行くことになりました。家に着いたのは夜遅くなんですが、家の明かりがない、玄関を叩くが応答もない、玄関は引き戸で簡単に外すことができる。ドアを外して一歩家に足を踏み入れた瞬間に確信しました。ものすごい不臭がするんです。母を見ると少しおえつを漏らし震えていました。中に入り明かりをつける。どこにいるんだろう。寝室かな。玄関を入り右へ進んだ突き当たりが寝室です。寝室へ行く途中の左の部屋の襖が開いていました。仏間です。ちらっと見るとばあちゃんが浮いていました。首をつっているんです。じいちゃんは同じ部屋で布団の中で死んでいました。母は子供のように泣いていました。とりあえず外に出ようと言っても動こうとしません。警察を呼ぼうとしたんですが、まだ携帯が普及し始めた頃で、そこは県外だったので最寄りの交番まで歩きました。じいちゃんが病死、ばあちゃんは自殺と警察から説明されました。じいちゃんの後を追ってばあちゃんが自殺をした、そういうことらしいんです。葬儀はしないこととし、お坊さんを霊安室に呼んでお経をあげてもらい火葬しました。東京に帰る日、写真などを持って帰りたいから実家に寄ってから帰ることにしました。財産はこの家以外に何もないんで相続しないらしいんです。この町に来るのはこれで最後。母がいろいろやってる間、私は懐かしい道を歩きました。学校へ登校する道、公園でブランコに乗りながら考えました。どうしようかな。もうこの町と一辺の関わりも持ちたくない。このまま帰った方がいいか。でもあの足音と声がする、そうすることこそがこの町との関わりをなくすことなんじゃないかなと思いました。林の中へ入り、首刈り地蔵へ持ってきたおにぎりを一つお供えしました。何を願おう、誰を、すぐに思いつく名前はなかった。私は誰を殺したいんだろうか。そうだ、この町の人間全員を殺してください、そう願いました。公園の方を向くと 5,6 人の人がこっちを見ていました。見知った顔もある。向こうも私が誰だかすぐに分かったと思います。私が近づいていくと目をそらし、誰も何も言ってきませんでした。私も何も言わず無言ですれ違いました。それから足音と声は聞こえなくなりました。あの町の人たちがどうなったのか分かりません。不思議な話なんですけどもね、これは私が小学校の頃なんですが、私のクラスに幸男っていうやつが転校してきたんですよ。小柄でハーフっぽい顔で、どことなくおどおどした感じのやつでしたね。その幸男には両親がいなくて、じいちゃんばあちゃんと一緒に暮らしていました。その辺の事情を先生は教えてくれなかったんですが、幸男本人から聞きました。そして私たちは最初のうち幸男をいじめていました。と言っても金を脅し取ったりとかではなく、すれ違いざまに背中にエルボーをしたり、筆箱をカッターで切ったり、集会の時におならをしたと騒ぎ立ててみたり、まあ他愛もないものだったと思います。それでも本人には辛かったかもしれませんね。だけど幸男は普段おどおどしてるくせに、そんな時は妙に根性を見せて、泣いたりムキになったりすることがありませんでした。先生に告げ口もしませんでした。だからあまり面白くなくなって、そのうち私たちもいじめなくなってしまった。ただ幸男はよく学校を休みました。月にどれくらい休んだかは忘れたんですが、しょっちゅう休んでいたっていう印象は残ってますね。その頃うちの学校では給食のパンを休んだやつのところへ同じクラスの近所のやつが届けるっていうルールがあったんです。幸男の家にパンを届けるのは私の役目。家は結構離れていたんですが、同級生では一番近かったんで、あとよく通る帰り道の途中だったんです。幸男の家は木造の文化住宅で、いかにもじいちゃんばあちゃんが住んでそうな家でした。中に入ったことはありませんでしたね。なんとなく暗い感じで、私的に嫌な雰囲気の家でした。
パンを届けるときはいつもばあちゃんにパンを渡してそそくさと帰りました。ある日また幸男が休んだんで私はパンを届けに行きました。玄関で呼ぶと珍しく幸男本人が出てきました。風邪でもひいているのか顔色がとても悪いんですよ。幸男は私に家の中に入るように誘ってきました。ねえ、おもちゃがあるからさ一緒にやろうよとか言ってくるんです。そしてそのおもちゃっていうのが私の欲しかったやつだったんで嫌な感じを振り切って家の中に入ったんです。幸男の部屋に入ってちょっと驚いちゃったんですよね。そこら中にシールやステッカーがベタ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 と貼ってあって、その中には神社のお札みたいなのも混ざっていました。私らが入ってきた襖にも隙間がないくらいビターッと貼ってあるんですよね。おい幸男、なんだこれ。おじいちゃんとおばあちゃんがお札を貼るんだけどさ、それだけだとなんとなく怖いからシールも貼っているんだよ。見てみると幸男が自分で書いたようなお札もありました。じゃあお札破ったらいいじゃんか。ダメダメ、そんなことしたらおじいちゃんに怒られるし、と幸男は口ごもってしまいました。その日は幸男の部屋で1時間ぐらい遊んで帰りましたね。次の日も幸男は学校を休みました。先生が私に幸男の様子を聞いてきました。なのでなんか調子悪そうだったと伝えると、そうか、休むっていう電話もかかってこないからどんな様子なのかと思ってさ。じゃあ先生電話したら。いや、したんだけどな、誰も出ないんだよ。ところでおじいさんかおばあさんはいたか。昨日は見なかったな。そうか、休むんだったら電話してくれって幸男にでもいいから言っといてくれよ。その日も幸男の部屋で遊びました。幸男はおもちゃをたくさん持っていたんです。少し羨ましくなって聞いてみると、どうやらお父さんとお母さんが買ってくれたと答えましたね。なので、おい幸男、お前のお父さんとお母さんってどこにいんだよ。死んだと幸男はあっさりそう言いました。なんで。交通事故と、おもちゃをいじりながらうつむいて答える幸男を見て、さすがにこれ以上は悪い気がして話を変えました。なあ幸男、明日は学校行くかい。わかんない。お前大丈夫かよ。そういえば休むときは電話しろって先生言ってたぞ。ごめん。まあ俺に言ったってしょうがないよ。おじいちゃんとおばあちゃんは奥の部屋にいるよ。じゃあそう伝えとけよな。あとさ。なんだよ。眠れないんだよ。は？お父さんとお母さんが夢に出てきてさ、僕のことを呼ぶんだ。幸男、幸男って僕のことを何度も呼ぶんだよ。それが怖くてさ、だから眠れないんだ。昨日はね、腕をつかまれたんだ。僕を連れて行くつもりなんだ。私はだんだんそれを聞いて怖くなってきて、もう帰ると言うと幸男はやけにしつこく引き止めたんですよね。なので、いや、お前が怖いのはわかるけどさ、俺がここに泊まるわけにはいかねえだろ。なんで。いや、俺んちはさ、お母さんが心配するから。そこまで言ってやばいって思いました。幸男はそれを聞いてうつむいて何も言わなくなってしまいましたね。私はいたたまれなくなって幸男の家を半ば飛び出すように出て行きました。次の日も幸男は学校を休みました。そして先生は一緒に行くと言って、帰りに私を車に乗せて幸男の家に向かいました。到着して先生が玄関で呼んでも何の返事もないんですよね。玄関を開けると先生が顔をしかめたんです。靴を脱いで家に上がりました。台所や幸男の部屋には誰もいない。幸男の部屋を出ると右手に部屋があります。幸男が昨日言っていた奥の部屋というのはそこなんでしょうね。先生がそこの襖を開けました。その途端、先生は立ちつくんですぐに襖を閉めました。その一瞬の間なんですが、先生の体越しに部屋の中が見えたんです。幸男の血まみれの顔が。それから先生が警察を呼んだんだと思います。その日のそこから先のことはほとんど覚えていないんですが、警察は来ていました。次の日、先生が幸男とじいちゃんとばあちゃんが死んだことをクラスのみんなに伝えました。
けれど血まみれだったとは言いませんでした。ただ死んだと言っていました。後で私は先生に幸男の夢の話をしました。先生はしばらく黙って聞いてくれていました。そして誰にも言うな、そう言って私に幸男の両親のことを教えてくれた。幸男の親の死因は自殺でした。一家心中を図っていました。幸男はその時運よく生き延びてじいちゃんばあちゃんのところへ引き取られた。私はそれを聞いてもそんなに驚きませんでした。なんとなくそんな気がしていましたからね。何日かして私は警察に呼ばれて幸男の家へ行った時のことを話しました。幸男の夢のことも話しました。警官は私にその話が嘘でないかをしつこく聞いてきました。私は嘘じゃないと何度も言った。本当に君はあの家で幸男君からその話を聞いたんかい？うん、聞いた。一緒に来ていた先生が困った顔をしていました。警官が先生に向かってひょいひょいと手を振った。それが合図だったのか先生はしばらく考えてから私に言った。あのな、俺とお前が幸男の家に行っただろ、あの時な。うん、と先生は言いにくそうでした。私は嫌な予感がした。そしてあの時な、幸男たちは間違いなく死んで3日は経っていたんだよ。不思議な話なんですけどもね、私にはちょっと変な趣味があったんですよ。その趣味っていうのが、夜中になると家の屋上に出て、そこから双眼鏡で自分の住んでいる町を観察することなんです。いつもとは違う静まり返った町を観察するのがとても楽しいんですよ。遠くに見える大きな給水タンクとか、酔っ払いを乗せて坂道を登っていくタクシーとか、ポツンと佇む眩しい自動販売機なんかを見ていると妙にワクワクしてくるんですよ。そして私の家の西側には長い坂道があるんですよね。それがまっすぐ私の家の方に向かって下ってくる。だから屋上から西側に目をやれば、その坂道の全体を正面から視界に収めることができるようになってるわけなんですよ。その坂道の脇に設置されている自動販売機を双眼鏡で見ながら、ああ大きな蛾が飛んでるなぁなんて思っていたら、ん？あれ？坂道の一番上の方からものすごい勢いで下ってくるやつがいた。なんだと思って双眼鏡で見てみたら、全裸でガリガリに痩せた子供みたいなやつが満面の笑みを浮かべながらこっちに手を振りつつ猛スピードで走ってくる。やつは明らかにこっちの存在に気がついているし、私と目も合いっぱなし。ちょっとの間あっけに取られて呆然と眺めていたんですが、なんだかすごくやばいことになりそうな気がして、急いで階段を降りて家の中に逃げ込みました。ドアを閉めて鍵をかけて、うわーどうしようかな、どうしようかな、なんなんだよあれ、おい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 なんて怯えていたら、つたっだ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 と屋上への階段を登る音がするんです。明らかに私を探してるんですよ。やばいな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 、すごいやばいことになっちゃったな、どうしようかな、マジでなんだった、なんなんだよあれと心の中でつぶやきながら声を潜めて物音を立てないようにリビングの真ん中で武器のアイロンを両手で握って構えていました。しばらくしたら今度は階段をツタッ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 タと降りる音。もうバカになりそうなぐらいガタ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 震えていたら、ドアをタタ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 と叩いて、チャイムをピンポンピンポンピンポンピポン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 と鳴らしてくる。って感じで奴のうめき声も聞こえる。心臓が一瞬止まってものすごい勢いよく脈を打ち始めました。さらにガク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 震えながら息を潜めていると、数十秒ぐらいでノックもチャイムもうめき声も止んで元の静かな状態になったんです。それでも当然緊張が解けるわけがなく、日が昇るまでアイロンを構えて硬直していました。あいつは一体何者だったんですかね。もう二度と夜中に双眼鏡なんか覗きません。
これは未だにわからない不思議なお話なんですけどもね、葵さんっていうのが何者なのかわからないんですが、私の地元のコンビニバイトの間ではかなり有名なんです。葵さんって名乗った客が来たら目を合わすなっていう先輩からの指示を受け、コンビニバイトをしていた私はそれを数日間は覚えていたんですが、忘れてしまっていたんですよね。3ヶ月ぐらい経って結構慣れてきた時に後輩が入ってきたんです。後輩に仕事を教えて結構楽ができるようになってました。その後輩と2人で夜勤に入った日に、バックヤードで私はタバコを吸いながら廃棄予定の弁当を食べていました。その時に防犯カメラの映像を見ると、3人の中学生くらいのガキが立ち読みしているのみで、後輩はレジの前で注意深くそいつらの動きを監視していました。万引きを防ぐためなんですがね。私も3つある切り替えボタンを操作しながら店内の様子を見ていた。すると後輩がいきなりレジの前で誰もいないのにペコペコしているんです。何をしているのかなと不思議に思っていると、バックヤードにいる店員を呼ぶブザーを押した。瞬時に私は、ああ万引きだったんだなと察して、バックヤードから出て行ってレジの前におじさんが立っていました。万引きの合図の後に来たお客さんかなと軽く考えつつ、いらっしゃいませと大きな声で言うと、客がいきなり、こんにちは、葵さんですと言い出しました。何言ってんだとは思うものの、後輩が手招きをしてくるんです。近くまで行くと、葵さん出ましたね、店長が言っていた人ですよ、目を合わすなってと言われ、急に思い出したんですよね。幸い葵さんは私が後輩に呼ばれるまで後ろを向いていたので、顔は見なかったので、葵さんは、マイルドセブンと、あとこのガムと、唐揚げちょうだいと言ってきました。レジ打ちを後輩がしている間に、私はタバコを取って唐揚げを取って袋詰めをした。すると葵さんは、どっちかな、命ちょうだいと冗談で言ってきました。怖っと思いつつ、申し訳ございません、当店では取り扱っておりませんと頭を下げて冗談を受け流すように言いました。すると、あそこの3人のうちの1人でいいよ、命ちょうだいと言い出しました。店内にいる厨房3人は聞こえてないのか、雑誌を読みながらガヤガヤしてました。私と後輩はどうしていいのか分からずに困ったなとお互いを見ながら、申し訳ございません、彼らは商品ではございませんので。そう言うと、葵さんは笑いながら、じゃあ全部もらおうと、と言ってお金と変な針金細工を3つ置いていきました。次の日、店長と私より前に入ったパートのおばちゃんにその話をしたら、なんてことを、葵さんは何か置いてったかい？と言うんで、預かり品としておいた針金細工を持ってきた。これは葵さんが次来たら返しなさいということなので、それをバックヤードに持っていきました。分かりやすい位置に置いておきました。それから次の夜勤の日、バックから涙目で後輩が出てきました。何事かと聞くと、針金細工がうねうねと動いているというんです。そんなバカな話あるかと見に行くと、3つともまるでミミズが這うかのように動いていました。それは数日、しかも夜のみ動いたんですよ。他の夜勤の先輩たちもそれを気持ち悪がった。数日後に一つのうねうねと動いていたのがピクピクと動きを弱め出したんです。その日、近くの交差点でバイクと車が衝突事故を起こし、中学生が一人死亡したんです。ニュースにもなったんですが、車の運転手は暴走行為をしていたバイクの前に誰かが立ったので、バイクが急ブレーキをかけてこちらに突っ込んできたと言っていました。次の日の夜、先輩と店長が夜勤の日、葵さんが来ました。その時の先輩の話では、葵さんは少年の首を持って入ってきたらしいんです。店長もそれを見てビビっていたそうなんです。店長に言われてバックヤードに針金細工を取りに行った先輩は、カメラに映る少年の体のみを見たそうなんです。体はレジの前の下を何かを探すように撫でていたそうです。そしてカメラには店長以外には映っていなかったそうです。他のコンビニで働いている友人や、2時までやっているレンタルビデオ店でバイトしている友人も葵さんの話を知っていました。どこのコンビニとかでもこういう話って
あるんですかね。不思議な話なんですけどもね、これはかれこれ20年くらい前になりますかね。当時私は三流大学に通う貧乏学生でした。週4日のバイトと仕送りでやっと人並みの食べ物が食べれる程度の収入がありました。それは大学2年生のある夏のことでした。夏の暑さに参っていた私はバイトがない日はほぼ毎日エアコンの効いた市民センターで大学のレポートを仕上げるのが日課でした。そしてそこには地域の交流掲示板という勝手に張り紙をしてもいい掲示板がありました。私はいつもその掲示板をチェックしていた。というのも高校受験に限っては自信があったので家庭教師募集でもあればと思っていたんです。しかし外国語を一緒に勉強しませんかとか言ったものがほとんどで家庭教師の募集はあまりありませんでした。そんなある日、私がいつものようにその掲示板をチェックするとこんな張り紙がありました。7月25日から31日の間の日でお部屋の片付けを手伝ってくれる方募集、半日5000円から。ちょうどその間の日は大学がテスト終わり直後で休みで、しかもバイトも入っていない、さらに帰省する予定の数日前で都合が良かったんです。5000円なら帰省費用の足しになるだろうと思い即決しました。そしてすぐさま電話をかけた。掲示板で片付けのお手伝いを募集しているようで、それに募集したくて電話したんですが、というと電話の向こうで男は少し戸惑った感じだったんですが、少しして、わかりました、何日なら行けますかと言ってきた。そこで25日以降ならどの日にちでも大丈夫ですと言うと、男はじゃあ25日で朝から行けるなら9時からでお願いしますと返してきた。そしてこちらの連絡先や男のアパートの住所を聞いて応募は完了しました。電話に出た男は声から察するに30代半ばくらいで、少し元気がなさそうだったのは印象的でした。そうこうしている間に日は過ぎ、約束の日になりました。天気は快晴、朝でも暑い日でした。男の名字は田中さんでした。そんな田中さんの家にクーラーがあるといいなぁなんて思いながら、私は田中さんのアパートに向かいました。8時50分頃、田中と書いた表札がある部屋の前にたどり着きました。ピンポーンと呼び鈴を鳴らすと男が出てきた。よく来たね、入って入ってと、男は他人に話すのが苦手なのか目をそらしながら私に挨拶をし、部屋の中へスーッと入っていきました。私はお邪魔しますと靴を脱ぎ男の後を追いました。クーラーの効いた涼しい部屋でした。その後改めてお互い自己紹介をした後、片付けの段取りや何を手伝ってほしいかと伝えられました。重いものを持つ時に運ぶ手伝いと、ゴミをゴミ捨て場に捨ててくる簡単な清掃というのが私に求められた役割でした。ゴミは結構多くて、貧乏学生の私が欲しいと思うようなお宝も数多くありました。それを察したのか田中さんは、欲しいのあったら持って帰っていいよと言ってくれました。私は喜んで持って帰るものを選別し、カバンに詰めていました。古いゲームやエロ本だったんですけどもね。そうこうしている間に片付けは進みました。田中さんの部屋はみるみる綺麗になった。というか最初からそこまで物が多い部屋ではなかったので、かなりガラーンとしてしまいました。田中さんはそろそろと言って、少し考えた後はっと私の方を見た。そしてさらに考える素振りをして、そろそろ終わりにしようかと言った。そして1日働いたからと1万円のピン札をくれた。田中さんは、できれば明日半日くらい空いてない？もう少し手伝ってほしいことがあってさと言ってきた。私はあと5000円もらえるラッキーと思い快諾しました。そしてお宝を満載にした自転車で家に帰りました。次の日、田中さんの家に行くと玄関が開いていました。すいません、田中さんいますかと言うと、奥からいるよ、入ってきてと声がしました。私は玄関を閉め、お邪魔しますと言って部屋に入った。
田中さんどこだろうな、こっちから声が聞こえたよな、そう思って奥の部屋にスーッと向かうと、田中さんがニヤ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 しながら近寄ってきた。田中さんは、今日は半日でいいからね、5000円入れた封筒ここに置いとくから、と机の上に置いた。そしてこっち来てよと私の手を引っ張り部屋の奥に連れてきた。実はこの部屋のウォークインクローゼットの中に重い荷物、海外旅行用のスーツケースがあって、それを一人で出すのが大変だから手伝ってほしいとのことでした。田中さんは、中から押すから合図したら外から思いっきり引っ張ってほしいんだよと言ってクローゼットの中に入った。クローゼットにはジャケットやスーツがずらーっとかけられており、田中さんの姿は見えなかった。少しして田中さんが、引っ張ってと言ったので、その荷物の取っ手を思いっきり引っ張った。ずらっ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 、少しずつ荷物が動く。重いんですよ、60キロくらいありましたかね。するとスコッと荷物が抜けたんです。あれ、空じゃん。クローゼットからバタ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 ンと音が聞こえる。田中さん、何度か声をかけたが返事がない。バタ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 という音が徐々に消えかけた。その時状況が全く把握できませんでした。そしてハッとしてスーツやジャケットをどけてみた。実際ここまで数十秒だったと思うんですが、何分も経ったような感じがしました。田中さんはクローゼットの中で首をつっていたんです。踏み台をどけたのは私でした。すぐに下ろそうとしたんですが、ロープが硬くて外れない。切るもの切るもの切るもの、そうだ、全部捨てちゃったんですよね。正直パニクっていました。田中さんが動かない、下ろさないと、太いロープなんですよね。ハサミじゃ無理、どうしようかな、なんて類似に助けを求めたのは1分以上経った後でした。それから救急と警察が来て1日事情聴取、実家から親が来てなぜか号泣されました。田中さんは救急車で搬送されたんですが、下ろすのに時間がかかりすぎ、その日のうちに病院で亡くなりました。遺品はほとんどありませんでした。綺麗なもんです、いっぱい片付けましたからね。結局私に渡そうとした封筒に5000円札と一緒に遺書めいた紙が出てきました。リストラにあったこと、妻が他の男と逃げたこと、借金があったことなどが書かれており、最後に私には迷惑をかけたなど書いていたため、なんとか自殺幇助の疑いも晴らすことができました。そして事情を理解した警察が一時期押収していたその5000円もくれました。結局自殺の際身辺整理をしたかっただけ、そう思っていた。その1週間くらい後、昔田中さんと縁を切ったという田中さんの姉が来た。そこには自分にとって嫌な真相がありました。田中さんは某宗教の熱心な信者でした。それが原因で家族と仲違いしたらしい。その宗教では自殺すると地獄に落ちるなど言われているそうなんですよ。そこで死にたいけど自殺はダメだから、今回のような方法で死ぬことを選んだそうです。そして最後に、これ少ないけど迷惑をかけたからと10万円をくれました。田中さんの解釈だと、私は人を殺したことになるんでしょうか。私は11万5千円で地獄行きなんでしょうか。不思議な話なんですけどもね、私が中学生の時、神谷のおばさんという有名人がいたんです。同級生神谷くんの母親なので神谷のおばさんなわけなんですが、近所はもちろん同じ中学のやつはほとんど神谷のおばさんを知ってるくらい有名人。見た目は普通のおばさんなんですが、とにかく話を聞くのも話すのも上手い人で、地元じゃ有名なヤンキーすら神谷のおばさんに怒られちゃしょうがないって悪さをやめるくらいだったんです。私たち中学生のくだらない悩みとか相談を真剣に聞いてくれたし、本気で怒ったり励ましたりしてくれる人でした。親とか先生には話せないことを相談できる大人って感じ。まあみんなの母ちゃんっていう感じでしたかね。で、神谷のおばさんといえば怖い話って思い出すぐらいに怪談話が得意でした。内容は多分よくある怪談なんですが、とにかく話し方がうまいんです。めちゃくちゃ怖くて女子なんかキャーキャー大騒ぎになるくらい。そんな
神谷のおばさんに関するお話です。私が中学2年の秋、クラスに転入生が来たんです。秋山くんって言ったと思いますね。田舎だったんであんまり転入生とかなくって、結構注目されていたような気がします。背が高くて顔立ちも整ってて、いかにも女に受けそうなやつだなってのが私の第一印象でした。最初の頃はみんな秋山の周りに行ってあれこれ世話していたんですが、日が経つにつれ秋山は皆から避けられていったんです。おいおい、知ってるか、あいつ犬に石ぶつけてたぜ。でめよ、犬が怪我してもやめねえんだよ。あいつさ、猫を思いっきり蹴っ飛ばしてたんだぜ。猫がさ、ピク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 して身動きしないのを踏みつけようとしてたんだよ。と、もちろん担任の耳にも入り注意をされたみたいなんですが、母親が乗り込んできて、学校で悪いことしてないでしょ、勉強だってできるんです、事実成績はトップクラスでしたからね、あとは犬猫に何したって成績が良ければいいじゃないですか、と大騒ぎしたらしいんですよね。今で言う門平だったんですかね。噂では前の学校でも問題を起こして母親と学校が揉めたらしく、それで両親が離婚、母親の実家に戻ってきたってことでしたね。私の母親が地元出身で、この秋山母のことをよく知ってたとかで、そんな噂も私の耳に入ったんですよね。しかしうちの担任は熱血感で、はいそうですかとは引き下がらない、命の大切さ、弱いものを慈しむ心、教育とは勉強だけじゃないんですよと全面的に争う姿勢なんです。日頃担任をうざがっていたヤンキー連中すら全くだと応援していたのがおかしかったです。とにかく秋山は怖かった。ヤンキーとかの不良に感じる怖さじゃなく、得体が知れない闇みたいで、本気でみんな怖がってましたね。ある日、私が神谷ん家に遊びに行くと、ちょうどおばさんと神谷が買い物に行くところでした。近所のスーパーなんですが、米やら重いものを買うから付き合うんだとのこと、なら私も付き合うよと3人でスーパーに向かいました。買い物中、秋山が少し離れたところにポツンと立ってるのに気がつきました。秋山の家はここからだいぶ離れてる、ちょっと買い物にしては不自然でした。私は神谷のことを肘で小突いた。神谷もすぐに秋山に気がついたみたいでした。おい、なんでこんなとこにあいついんだろうな。知らねえと、ひそひそやっていたら、おばさんが後ろからスーッと顔出した。あれ、あんたが言ってた秋山くんって子、とつぶやく。よくわかったなと二人でびっくりしていたら、あれはダメ、近寄らないでね、それしか方法がないわ。それだけ言うと、おばさんは買い物に戻っていきました。今までどんな不良でも決して見捨てなかったおばさんの一言は、えらいショックでした。うちの母ちゃんがあんなこと言うなんて、と神谷もかなり驚いた様子でした。それからしばらくして秋山がぱったり学校に来なくなりました。でも誰も心配しなかったし、むしろこのまま来ないでほしいという空気でした。何回か母親が学校に乗り込んできて、いじめがあったはずだ、だから息子はおかしくなったんだと騒いでいましたね。いじめはなかったんですが、クラスで孤立していたのは事実で、何かごちゃごちゃはしていたらしいんですけどもね。実は私の家にも秋山母が来たんですよ。うちの母ちゃんのこと向こうも知っていたみたいで、あんたの息子がいじめたんじゃないのか、うちの子が出来がいいから妬んでた、どうせろくでもない息子だろ、お前の息子が狂えばよかったんだと言っていたそうなんですけどもね。最初は穏便に追い払おうとしたうちの両親も、最後はかなり切れていました。私はなんとなく悲しかったんです。ああ、このおばさんも狂ってるんだなって。そして3学期も終わり、春休みのある日、私は神谷の家に遊びに行った。おばさんと3人でおしゃべりしているうちに、ふと秋山の話になったんです。実はずっと気になっていたんです、なんで秋山に近寄らない方が良かったのか。秋山は結局学校に戻りませんでした。完全におかしくなっちゃって、今では病院らしいんですよ。秋山母も離れた病院に入れたらしいんですけどもね。秋山祖父母は我関せず、あんな気違いうちの人間じゃないから死ぬまで入院させておいてくれと言ったとか。そんな話と、家まで怒鳴り込みかけられた話との後、私は神谷のおばさんに聞いてみた。結局秋山は何だったの、おばさん。おばさんは少し考えた後、人間ではないね、そう答えました。一目見て分かった、もう人間じゃなかった。本当の秋山くんは多分普通の子だったと思うよ。小さい頃から少しずつ食べられて、本当の秋山くんはもういなくなっちゃってた。秋山くんの皮の中にドロドロした念が詰まって人間の形になってるだけ。私も神谷も驚愕しました。
今まで会談はよくしてくれたんですが、こんな霊能力者みたいなことをおばさんが言ったのは初めてだったんです。なんでそんなことになっちゃうの、怖いよと真剣にビビる私、神谷も真っ青でしたね。親の因果が子に報いってやつかしらね。あの家のおじいさん何人も人死なせてるのよ。直接殺したわけじゃないけど、あのおじいさんのせいで死んだ人がたくさんいる。秋山くんのお母さんが歪んでるのもそのせいよ。でもそれじゃ収まらなかったから秋山くんまで行っちゃったのね。死んだ人の恨みと呪いがまがまがしいものを呼んで秋山くんは食べられちゃった。かわいそうに。そんなのないよ。じゃあ秋山悪くないじゃんと神谷が言う。因果ってそんなものよ。個人じゃなくて血にたたるの。親しい人とかね、あんたらも心しておきなさいね。そういう人には人間の理屈は通用しないのよ。神谷のおばさんは最後にこう言いました。見てなさい、あのおじいさんだって。さーてとお夕飯の支度しやっと。あなたも食べていきなさいねと私を誘ってくれた。おばさんは普通に台所に消えていきました。私と神谷はすごく落ち込んでいました。だって自分が悪くないのにそんな目に遭うなんて怖すぎますからね。なんとなくこの話は神谷のおばさんが変な人扱いされそうで誰にもしない方がいい気がして、私と神谷だけの秘密みたいな扱いになりました。私も今や50近くになり、神谷のおばさんは亡くなってしまったんでお話しした次第なんです。その後秋山のおじいちゃんは病気になり全身が麻痺、寝たきりになりました。おばあちゃんは看病疲れで亡くなり、じいさんは施設に入れられました。秋山のおじいちゃんは昔は強欲な金貸しをやっていて相当悪どかったと後から聞きました。おじいちゃんが入れられた施設に私の母親の同級生が勤めていて、その人情報だと全身硬直していて座ることもできないそうです。それなのに痛みが止まらない。いくら処置しても床ずれが治らない。床ずれから感染していろんな病気になる。それなのに死なない。あれは生き地獄だよと。結局おじいちゃんはつい最近まで、つまり20年以上近くそのまんまだったんです。秋山母と秋山に関してはよく知りません。生きているのか死んでいるのか分かりません。結局全て偶然なのかもしれません。秋山のおじいちゃんはただ性質の悪い病気になっただけで、秋山母と秋山は精神病を患っただけだって。世の中には何も悪いことしてなくても病気や事故で不幸な目に遭った人はいっぱいいますからね。それでも私は未だに墓参りや法事には真剣に参加しています。ご先祖様ありがとう。みんなのおかげで私は幸せに暮らしてますと。不思議なお話なんですけどもね、これは以前付き合っていた霊感の強い女性から聞いたお話です。これまでいろんな霊体験をしてきて、シャレにならなかったくらい怖い目に遭ったことはないのと尋ねてみたら教えてくれたんですよね。私が聞き伝えでお話しするんで、その時の恐怖の状況がうまく伝わるかどうかわからないんですが、これまでいろんなところで聞いた話の中ではダントツに怖かったんです。舞台は今から29年前、冒険の山中にあるエヌダムというダム湖のそばで起こった実話です。彼女は家電量販店で働いていて、その日とある町に注文を受けたテレビを一人で配達に行きました。たまたまその町には彼女のおばさんが住んでいて、おばさんの方にも仕様があったんで、配達の前におばさんの家に寄り、ついでにテレビの配達先の家を知らないかとおばさんに尋ねると、お客さんの家はおばさんの家から目と鼻の先で、テレビの配達も無事に済ませました。帰る前おばさんに、隣接する軽市内に立ち寄って帰りたいんで、ここから近道はないのかと尋ねたら、 N ダムのそばを通る裏道を教えてもらいました。そして彼女はその道を通って帰路に着きました。その日は昼間から曇天で薄暗かったらしいんですが、あまり気にせずに近道と教わった山中の一本道をずっと走っていたんですが、そろそろ山を下って軽市内に出てもいいはずなのに、一向に山道を抜けないし、それどころかアスファルトの舗装もなくなり、車が1台通れる程度のものすごく狭い凸凹道になってきました。
彼女はさすがに道を間違えたのかなと不安になっていたら、ちょうどそこに農作業の帰り道とおぼしき一人のおばあさんが通りかかったんです。彼女がそのおばあさんに、すみません、この道は軽市内に抜ける道で合ってますかと尋ねると、いやこの道は違うけの、この先もうちょっと行ったところに民家があってな、そこの家の前が広うなってるき、そこで U ターンしんさいと親切に教えてくれたそうなんです。彼女はお礼を言って教えてもらった民家まで車を進めた。しばらく行くとおばあさんの言った通りに民家が見えてきたんですが、それがこんな山中になんでっていうくらい大きな屋敷で、母屋の他に納屋と蔵まで建っている昔の豪農のような佇まいでした。ともかく彼女はその家の前を借りて車を U ターンさせようとした、その時先ほど道を教えてもらったおばあさんがなぜか車の横に立ってるんです。車でかなり走ってきたのに、なんでさっき別れたばかりのおばあさんがこんなところに。彼女は気味が悪くなったんですが、一応窓を開けて先ほどのお礼を再度述べたそうなんです。するとおばあさんは、せっかくだからの、家でお茶でも飲んでいきんさいと彼女に強く勧められるので、導かれるままに彼女は車を降りたそうなんです。この辺りから記憶ははっきりしているんですが、彼女自身の意思とは別のものに操られている感覚があったそうなんです。するとおばあさんが家の中に向かって、おじいさんや京子さんが帰ってきたよと意味不明なことを口走った。するとその声に応じて家の中からおじいさんが出てきて、あー京子さんよう帰ってきたねと彼女には全く理解ができない内容の声をかけてきたんです。彼女の名前は京子ではないし、その老夫婦もその日初めて会った見知らぬ他人だったにもかかわらずなんです。その時彼女は母屋の中から彼女をじーっと見つめる明らかな視線を感じました。ぎょっとして納屋の方を見てみると、もちろん中の様子はわからない。彼女は気味が悪いのをこらえておじいさんに勧められるまま縁側に腰をかけた。縁側に彼女が腰をかけても、そのおじいさんは、京子さんよほう戻ってきたねなどと変わらず意味不明なことを彼女に言うので、彼女はこのおじいさんはきっと少し地方が入っているんだと解釈し、いえ、私はただの通りすがりのもので京子さんじゃありませんよと言ってみたんですが、おじいさんは全く耳を持たない。次の瞬間、彼女は意識を失ってしまい、ふと気がつくと母屋の中の仏間におじいさんと二人でなぜか座っていたそうです。彼女は自分の意識がなぜ飛んだのかわからなかったんですが、おじいさんはまた一方的に彼女に話しかけてきました。昼の間は他の門は出っ払っとってのわし一人じゃけえのと彼女は気味悪さをこらえつつ、あ、そうなんですか、でも納屋の方にひょっとしたらどなたかいらっしゃるんじゃないですかと聞き返しました。すると、ああ、あれは家の孫の子なんじゃが、結核を患ってここに置いとるだけなんじゃ、数のうちには入りゃせんよとおじいさんは言いました。ああ、病気の療養されてるんですね、それは大変ですねと彼女が言った。その瞬間、何者かが彼女の腕をぎゅっと掴んだ。びっくりして彼女が自分の腕を見ると、3歳くらいの女の子が腕を掴んでいました。いつの間にかその部屋に来たのかは全くわからなかったんですが、その少女は無表情の顔でじーっと彼女を見つめてる。彼女はもう本能的にこの家がただごとではないことに気がつき、逃げようとしたんですが、体が全く言うことを聞かない。するとおじいさんが、こりゃこの人はお前の母さんじゃないんだと女の子を叱りつけた。次の瞬間、彼女は目を疑った。なんと女の子はいきなりおじいさんに飛びかかり、首筋に噛みついた。しかも先ほどの無表情な顔とは一変し、獣のような牙をむき出しにして赤く光る不気味な目を輝かせながら、彼女の話では本当に身の毛もよだつような恐ろしい顔だったそうです。とにかく彼女はもう限界でした。逃げようと体を起こそうとしたんですが、体が全く言うことを聞かない。ふと自分の体を見ると、畳の中から無数の手が伸びてきて彼女を掴んでいたんです。そればかりではない、その無数の手は彼女を掴みながら、京子さん、やっと大旦那のところに帰ってきてくれたんじゃねえ、もうどこにも逃げられんよなどと語りかけてくるではないですか。もう彼女は気を失いそうになった。
そしてふと横にいたおじいさんを見ると、先ほどまで首筋に噛みついていた幼児は消え、そのおじいさんはおじいさんではなく40代の中年男になっていたんです。その男も周りの手の声と同調するかのように、京子さん、あんたはもう戻れんのじゃけえねえとニタ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 笑いながら語りかけてくる。まさにどうしようもない状況でした。その悪夢なような状況が変わったのは、その男元じいさんがいきなり立ち上がり、彼女を手を掴んで外に連れ出した時でした。彼女は抵抗もできず家の外に連れて行かれ、蔵の前に立たされた。わけもわからず彼女が怯えていると、男は蔵の戸を開け、彼女に中の様子を見せたのだ。蔵の中に入っていたものは、時代劇などに出てくる座敷牢がその中にあり、牢の中には一人の女性が横たわっていた。彼女は恐る恐る、これは誰ですかと男にかけた。すると、お前の妹じゃろうがと男はニタニタしながら答えた。彼女はもうパニック寸前で、そこから一刻も早く逃げ出そうとした。ふと横を見ると、自分の乗ってきた車はまだそのままの場所にある。彼女は男を振り切り、車までなんとか駆け出した。すると突如車の前に最初出会ったおばあさんが現れ、フロントガラスの上にカラスの死骸を置きながら、京子さん、あんたはもうどこにも行かれんのじゃけえねえと睨みつけてきた。彼女は気が狂いそうになるのを必死で抑えながら、フロントガラスの上のカラスの死骸を跳ねのけ、車に乗り込んで必死にエンジンをかけようと試みた。この手の話の展開ではお約束のような感じなんですが、案の定車のエンジンはなかなか始動しませんでした。それでもようやくエンジンがかかり、急いで車の向きを変え、元来た道をひたすら戻ったそうなんです。後ろも振り返らず。話はここで終わればよかったんですが、この時彼女に取り付こうとしていた霊は、そんな生優しいものじゃありませんでした。彼女はやってきた一本道をひたすら走らせていたにもかかわらず、道はなぜだかどん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 狭まっていき、ついには車が走行不可能な幅にまでなってしまったんです。彼女はその場で立ち往生してしまい、どうしようかと悩んでいると、道の前方に来た時にはなかったはずの赤い橋がぼんやり浮かんできたそうなんです。次の刹那、車の横にはあの老婆が立っており、戻れ言うたじゃろう、あの橋はあんたのために作ったんじゃけえねえ、渡ってもらわんといけんのよと車の窓越しに語りかけてきた。彼女はもう覚悟を決め、車を後退させ逃げ切れるところまで逃げようとしました。老婆を無視して車をバックさせていると、今度はその老婆が逆さまで車のフロントガラスに張り付き、逃がさんけねえ、逃がさんけねえとずっと叫び続けていたそうです。窓に張り付き叫び続ける老婆を無視してひたすら後退を続けたんですが、今度はまたしても前方に先ほど見た赤い橋が見えてきました。その時は彼女も万策尽きて、もうダメだと思ったそうです。彼女は呼び寄せられるように車を降りてしまい、その橋に向かって無意識に歩いていこうとしました。その時、頭の中に直接語りかけるように、彼女が小さい頃自分を育ててくれたおばあさんの声で、そっちに行ったらいけんよという声が聞こえたそうなんです。その瞬間、彼女はまたしても瞬間的に気を失いました。そして気がつくと車を運転しており、そのまましばらく行くと、見慣れたアスファルトの道路にようやくたどり着いたそうなんです。まさに九死に一生と言いますか、なんとかあの世の一丁目とも言うべき場所から解放された瞬間でした。ここまでお話をして聞いてくれた方々は、それはネタ話だろうと思うかもしれません。しかし紛れもない彼女の実体験なんです。しかも彼女の恐怖はこれだけじゃ済まなかったんです。そのダムにまつわる因縁めいた後日談といいますかね。その晩、彼女は方法の体で帰宅し、何気なく自分の所持品を調べたそうなんです。すると大事なものがなくなっています。彼女はその日の朝まで持っていたはずの運転免許証を紛失していることに気がつき、その日のうちに再発行の手続きをするために警察署に行きました。信じられないことがあったのはまさにこの後からなんです。警察署に行くと、幸運にも紛失した彼女の免許証は落とし物として届けられていました。彼女は安堵しつつ引き取りの手続きをしようとしました。ところが運転免許証の顔写真が彼女の写真ではなく、全くの別人の顔に変わっていたというんです。当然警察では偽造とか犯罪の可能性もあるので、彼女の免許証をしばらく預かり検査したんですが、これが写真が本人と入れ替わっている事実は別として、全く偽造した形跡がない正真正銘の免許証だったそうなんです。後日警察を通して分かった事実なんですが、その顔写真の主とは、彼女が
恐怖体験をした日にテレビを配達に行った F 家というお宅の娘さんで、名前は京子さんだったんです。しかもその顔写真の主は2年前彼女が怖い目に遭った場所の近辺で交通事故死していたというんです。そのテレビを買われた F 家のおばあさんという人は、その近辺の豪農の娘で、若い頃自分の実家と折り合いが悪く駆け落ち同然で家を飛び出したんだそうです。駆け落ち後はずっと長い間東京に住んでいたらしいんですが、偶然にもその娘さんが Y 県のおばあさんの実家のある町の人と結婚をし、年を取ったからというので娘さん夫婦に引き取られる形で自分の生まれ故郷に戻ってきたらしいんです。そして亡くなった京子さんとは、おばあさんの娘さんの子供、つまり孫にあたる女性で、亡くなった時の年齢は恐怖体験をした彼女と同じであったとのことでした。何でもその方の実家である家、つまり彼女が導かれて迷い込んだ幽霊屋敷は、東欧の昔にダムの底に沈んでいるというんです。かなり因縁めいた後日談は、まだまだこの先に衝撃の事実があるらしいんですが、私が今日彼女から聞いたのはここまで。続きはまた今度会った時に話してくれるそうです。とりあえず聞いたところまで忘れないうちにまとめてみました。でも本当に信じられないことなんですが、何気ない日常生活を送っている世界のあちこちに異世界への穴がぽっかり口を開けて待ってるらしいんですよね。不思議な話なんですけどもね、これはかれこれもう30年以上前になるんですけどもね、私が小学校低学年の頃のお話です。東北の A 県にある海沿いの町で育った私らにとって、当然海岸近くは絶好の遊び場でした。海辺の生き物を探して無意味にいじくってみたり、釣り人に餌を売りつけて小遣いをもらったりと、まあ無邪気に遊ぶ毎日でした。しかしかくれんぼだけは海の近くでやってはいけないと周りの大人にきつく言われていました。まあ海は危険が危ない場所がいっぱいあるんで、変なところに隠れられて大怪我や命を落とす事故を心配してのものだろうと子供ながらに理解していました。しかし理解しているとかなんとか言ったって、そこは所詮子供、周りに誰もいなければやっちゃうもんなんですよね。私と近所のクソガキ A 太 B 太 C 子の4人でかくれんぼをしたことがあるんです。当時のガキにしちゃ丸々と太っていた実質ガキ大将のシーコがどうしてもかくれんぼをしたいって聞かなかったんですよね。で、私ら男はなんか臆病者扱いされるのも嫌だったんで付き合うことにしたんです。しぶしぶ始めたとはいえ、海の近くで変なくぼみとかいっぱいあってめちゃくちゃ楽しかったんです。今でも覚えてますよ。危険な場所っていうのは基本的に楽しいものなんですよね。そしてかくれんぼを始めて1時間くらい経ったところ、エイタが鬼だったんですが、シーコがどうしても見つからない。仕方なくかくれんぼを中断して3人でシーコを探すことにしたんですが、なかなか見つからないんで3人で手分けして探すことにしました。それでも見つからないんで、もう諦めて帰ろうと思ったその時、さっき調べても見つからなかった岩場のくぼみにシーコを見つけました。ただシーコ一人じゃなくて、なんかやたらと立派な和服を着たじいさんが一緒でした。ガキだった私は、家の人間が迎えに来たから勝手にかくれんぼを中断しやがったなと一瞬思ったんですが、どうも様子がおかしいんです。普段は大人相手だろうが子供相手だろうが、のべつ幕なしに騒ぎまくるシーコがやけにおとなしい。和服のじいさんが何か話しているのにもかかわらず反応せずに、一点をじーっと見つめて動かない。これはやばいんじゃないのかなと思った私は、幸い二人ともこっちに気づいてないようだったんで、気づかれないように様子を伺うことにしました。よく見てみると、和服のじいさんはこんな海っぺりだっていうのに全く全然濡れていなかったんです。じいさんはひとしきりシーコの体をベタ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 と触った後、懐から鉄製の櫛のようなものを取り出すと、おもむろにシーコの脇腹に突き刺した。私はじいさんの行動にビビって固まった。正直おしっこも漏らしていたんですよね。しかもじいさんはその櫛を一本ではなく次々とシーコに差し込んでいく。しかし奇妙なことに血は全然流れてこない。シーコも櫛を刺されまくって黒ひげ危機一髪みたいになっているのにピクリとも動きません。そのうち櫛を伝わって黄色っぽい白いドロドロっとしたものが流れ出してきた。するとじいさんは櫛の根元の方に白い袋のようなものを取り付け始めた。
どうやらそのドロドロを袋に集めているようでした。多分ものの 2,3 分くらいだったと思うんですが、どうやら袋がいっぱいになったらしく、じいさんは一つ一つ口を縛り袋をまとめていく。一方のシーコはあんなに丸々と太っていたのに、いつの間にか干からびたミミズのようになっていた。これは冗談抜きでヤバいものを見てしまったと私が思っていると、じいさんが不意に私の方を向いた。そして何か言おうとしていたのか、口を大きくあの形にした。と思うと後ろから大人の声で、こらー、ボクソガキがあんだけここでかくれんぼすんなって言ってんだろーと怒鳴る声がした。振り返るとエータの父、どうやらシーコが見つからなくって焦った二人が大人に報告しに行ったようだった。私はシーコが干物になってしまったことを伝えるのと、変なじいさんから逃げるのにで、エータ父の方へ駆け出していた。かなり本気のげんこつともう一怒鳴り食らって、私がシーコのところまで引っ張ってエータ父を連れていくと、干物ではなく太ったままのシーコが倒れていた。あのじいさんも串で刺された後もきれいさっぱり亡くなっていたんです。結局シーコはかくれんぼ中にこけて頭を打って気絶したということで病院に運ばれました。その日の夕方には目を覚ましたらしい。一方で私ら3人は死ぬほど説教を食らったんですが、私はさっきの光景が目に焼き付いていて、ろくに説教も聞いていませんでした。それから数日はシーコは何もなくピン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 していて、近所のクソガキの上に君臨していました。私もあれは暑さでおかしくなってみた幻だろうと思い込み始めていました。しかしシーコは1週間ほどした頃からガキの私らの目にも見え痩せ始め、しまいにはその姿を見なくなっていました。どうやら何かの病気をしたらしく、私は母親に連れられてエータ、ビータと一緒にシーコの見舞いに行きました。そこにいたシーコは以前の憎たらしく太っていたシーコではなく、随分と痩せ細った姿でした。しかも痩せているのではなく、見るからに肌に水気がなく、子供とは思えないほどシワだらけになっていました。あの時の干物の 2,3 歩手前という感じですかね。私はもうこいつ死ぬんだな、そう思いました。見舞いから帰ると私は母親に例のじいさんと串に刺されたシーコのことを話しました。母は私の話を聞き終えると、そうと一言だけ言ってどこかに電話をかけた。そして電話が終わると、明日その時のことを聞きに来る人がいるから正直に答えなさいと私に言いました。普段にも増して神気臭いなと私は思いました。次の日、学校の授業の途中に校長に呼び出され、校長室で見知らぬおっさんにじいさんとシーコの話を聞かれた。そのおっさんは古い絵を見せてきて、そのじいさんはこんな格好じゃなかったかいと聞いてきました。その絵には、みすぼらしい格好をして頭が不自然に三角な男と、例のじいさんみたいな綺麗な和服を着た男が描かれていたので、私はこっちの和服の男の格好に似ていると答えました。するとおっさんはため息を一つ吐いて、校長にどうやら赤江様ではないようなので、これ以上の心配はないでしょうと言っていました。校長も何か安心したような感じでした。その後、私を無視して今年は豊漁になるだとか、漁港からシーコの家に見舞い金を出すとかいう話をしていたんですが、私がまだいることに気づき、すぐに追い出され、私は授業に戻りました。シーコは結局その後割とすぐに死にました。シーコの葬式では悲しそうなのはシーコの家族だけで、他の大人はみんなニコ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 していて嬉しそうな感じでした。正直私もシーコが嫌いだったので心の底では嬉しかったんですが、今まで経験した葬式との違いに少し不気味に思っていました。私の父親もシーコの両親に神様が持っていったようなものだからと変な慰めをしていたのを覚えています。その年の秋は、あの時の盗み聞いたおっさんと校長の話通り、ここ数十年で一番の豊漁になりました。しかし私の町以外の港ではそれほどでもなかったらしく、私の町はだいぶ潤ったらしい。私もエータもビータも栄養状態が良くなったせいか、みんなコロコロと太ったんです。不思議な話なんですけどもね、あれは私が小学5年生の頃、当時悪ガキでいたずらばかりだった私と友人の K はしょっちゅう怒られてばかりでした。夏休みのある日、こっぴどく叱られた K は私に家出を持ちかけてきました。そんな楽しそうなこと、私に異論があるはずもありません。
私たちは遠足用の大きなリュックにお菓子やジュース、漫画本などガキの考えうる大切なものを詰め込み、夕食が終わってから近所の公園で落ち合いました。確か午後8時頃だったと思います。とは言ってもそこは浅はかなが近所、行くあてもあろうはずがありません。どうすると話し合いの結果、畑の中の小屋に決まりました。私の住んでいるところは長野の片田舎なので、集落から出ると周りは田畑の原が広がっています。畑の中には農作業の器具や藁などが置かれた小屋が点在していました。その中の人の来なそうなボロ小屋に潜り込みました。中には使わなくなったような手押しの耕運機があり、あとはベッドに良さそうな藁の山があるだけでした。私たちは持ってきた電池式のランタンをつけ、お菓子を食べたりジュースを飲んだり、お互いの持ってきた漫画を読んだりと自由を満喫していました。どのくらい時間が経ったんでしょうかね。外で物音がしました。私と K は飛び上がり、慌ててランタンの明かりを消しました。探しに来た親か小屋の持ち主かと思ったのです。二人で藁の中に潜り込むと息を潜めていました。カゴカリカリカリ、何か妙な音がしました。砂利の上を何かを引きずるような音です。音は小屋の周りを回っているようでした。なんだろう。おい、様子見てみるか。私と K はそーっと藁から出るとガラス窓の近くに寄ってみました。そこには一人の老婆がいました。腰が曲がって骨と皮だけのように痩せているんです。髪の毛は白髪の長い髪をボサボサボサっと伸ばしていました。おい、なんだよあれ。 K が小声で私に聞きましたが、私だってわかりません。老婆は何か袋のようなものを引きずっていました。大きな麻袋のような感じで口が縛ってあり、長い紐の先を老婆が持っていました。さっきからの音はこれを引きずる音のようだったんです。やばいよあれ、ヤマンバってやつじゃねえの。私らは恐ろしくなり、ゆっくり窓から離れようとしました。その時 K のバカが立てかけてあったクワだかスキだかを倒しました。私は慌てて外から窓を覗くと、老婆がすごい勢いでこちらに向かってきてます。私は K を引っ張って藁の山に飛び込みました。私らが藁に飛び込むのと、老婆が入り口のドアを開けるのとほとんど同時でした。私らは口に手を当てて悲鳴を上げるのをこらえました。誰かいるのかい。老婆はしゃがれた声で言いました。妙に光る目を細くして小屋の中を見回しています。何もせんから出ておいで。私は藁の隙間から老婆の行動を凝視していました。私は老婆の引きずる麻袋に目を留めました。何かムゾ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 と動いてるんですよ。と中からずっと何かが飛び出したんです。私は目を疑いました。それはどう見ても人間の手でした。それも子供のようなんです。おとなしく入っとれ。老婆はそれに気づくと足で袋を蹴り上げ、手を掴んで袋の中に突っ込みました。それを見た私たちはもう生きた心地がしませんでした。ここかここかここか。老婆は立てかけてあったフォークの大きなような農具を手に、私たちの隠れている藁山に寄ってきました。そしてそれをザク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 と山に突き立て始めたんです。私らは半泣きになりながらフォークから避けていました。大きな藁の山でなければ今頃串刺しです。藁が崩れる動きに合わせ、私と K は一番奥の壁際まで潜っていきました。さすがにここまでフォークは届きません。どのくらい耐えたでしょうか。気のせいか。老婆はフォークを投げ捨てると、また麻袋を担ぎ小屋から出ていきました。音がどんどん遠ざかっていきました。私と K は音がしなくなってからもしばらく藁の中で動けませんでした。行ったかなと K がようやく話しかけてきました。多分と言いました。しかしまだ藁から出る気になれず、そこでぼーっとしていました。ふと気がつくと背中の壁から空気が入ってきます。私は壁に5センチほどの穴が開いているのを発見しました。外の様子を伺おうと顔を近づけた瞬間、うまそうな子だ。老婆の声とともにしわくちゃの手が突っ込まれました。私は顔をがっしりとつかまれ、穴の方に引っ張られました。あまりの血生臭さと恐怖に私は気を失ってしまいました。気がつくとそこは近所の消防団の詰め所でした。
私と K は例の小屋で気を失っているのを親からの要請で出動した地元の消防団によって発見されたそうなんです。こっぴどく怒られながらも私と K は安心して泣いてしまいました。昨晩の出来事を両方の親に話すと、夢だと言ってまた叱られましたが、そんなわけがありません。だって私の顔には未だに老婆の指の跡があざのようにくっきり残っているんですからね。不思議な話ってあるもんですね。